どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回はアプローチがコースで全然練習のように打てないという方にこの動画をお届けしていこうと思います。じゃあ実際にどういう練習をすればコースでうまく打てるようになるのか、それを皆さんに伝授しますので、ぜひ最後まで見てみてください。そして動画が良ければ高評価もよろしくお願いします。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。本当にありがとうございます。そして、この動画を毎日見ていただけている方も皆さんの貴重な時間を使っていただいて本当にありがとうございます。とにかく皆さんにゴルフの上達の術をどんどんお伝えしていきますので、またね、引き続きよろしくお願いします。それでは早速いきたいと思います。アプローチがコースでうまく打てない、これはもう本当にほぼ全員の悩みと言ってもいいかと思います。じゃあこの練習場でどうすればよいのか、それを最初に、ね、言ってきます。それはコースでイメージすることと同じことをやってください。じゃあそれは何かということなんですが、じゃあ実際にコースで何が起きているか、ここからですね。それはインパクト、ボールを捉えるこの瞬間、ここが強めに入ります。でなぜ強めに入るかというと、クラブをボールの下にズバッと打ち込みたいからですね。なので実際にこの練習場で練習するときに、ふわっとした感じで打ってる方が結構多いんですね。でそれはまあ時として柔らかくかっこいい感じでこう打ててるんですが、実際コース行くとふわっとした感じで打てないんですよ。なぜかというと、ボールは地面の上にあって少なからずライが悪いんですね。なので、どうしてもこのクラブをボールとこの地面の間に打ち込みたくなるんですね。で、その時に打ち込んだら飛びすぎちゃうじゃんということになるんです。打ち込んだらあんな奥まで行ったら困るということで、打ち込みたいんだけど途中で止めるような感じになるので、ラフリトップが出てるんです。なので、練習場でやるべきことは、この打ち込む、この時の距離を確認するということです。なので、しっかり打ち込んで、その時に飛んでいく距離を見るんです。そうすると、あ、こんなに小さい振りの幅で、結構強めに打ち込むと、あそこまで飛ぶんだなということを知ることです。そうすると、実際にコースに行っても、こんなに大きく振らなくてもバシッと打ち込んでいけばその距離が打てるようになります。じゃあもっと短い距離でもどうすればいいんですか、打ち込めないじゃないですかという方必ずいると思います。この打ち込むといっても絶対的に勢いがある必要はないんです。感覚的なことなんです。ですから小さいところでもトンとクラブヘッドを落としてあげるような、こういうイメージのショットというのは大事です。こんな感じです。ボールは短い距離では上がらないんですね。短い距離で上げようとするから、こんな感じでアウトサイドインになったり、無理やりすくい上げたりするような、そういうイメージになってしまうので、上げる必要はないし、短い距離は上がらないんですね。ですから、こういう短いところでも、バチンという感じはありませんよ。バチンという感じはないんですが、クラブヘッドをトンと落としてあげるような、こんなイメージで、この練習場でも実際のコースでも打ってあげれば短い距離が打てます。ですから、インパクト、ボールを捉える瞬間ですね、この瞬間を必ず加速、トン、バチン、ゾン、こういう加速するイメージを持ってボールを捉えてあげると、スムーズにクラブヘッドがボールの下に入るようなイメージになりますので、これでコースのイメージとここのイメージがマッチしますので、実際にコースに行った時も、あ、ライが悪いな、打ち込みたいなと思った時に小さくポンと打ち込んであげれば、これで短い距離も打てますので、どんな距離でもいけます。ある程度距離がある場合は勢いがつきますので、もちろん打つことができますので、まあ、こんな風に練習場とコースを
一緒にするためには、コースの感覚を練習場で持って打ち込む、それをぜひやってみてください。皆さんのこの上達が、必ずスコアアップにつながることを、ね、確信してますので、一つ一つ頑張ってやりましょう。最後にチャンネル登録していない方はよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。